みなさんこんにちは、おたみです。はい、私は今どこにいるでしょうか。こちらです。じゃ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 はい、ということで今回もですね、たくさんプレゼントをいただきました。本当にありがとうございます。ということで本日もいただいたプレゼントをですね、紹介していきたいと思います。またね、前編後編みたいな感じで分けていくかもしれませんので、ぜひ最後までご覧ください。はい、じゃあまずですね、これは実は父からもらいました。まあ、プレゼントというかお土産なんですけど、ちょっとね、父がちょっとこれ言っていいのか分かんないんですけど、この間フランスパンを食べたら前歯2本折れちゃったみたいで、ちょ、笑い事じゃないんですけど、はい、ちょっとそれでね、行きつけの歯医者さんが大阪にあるんですけど、そっちに行ってきた帰りに、はい、買ってきてくれたものになります。ということで早速ですね、紹介していきます。まずこれです。じゃじゃじゃーん、カールお菓子です。これなんかね、私知らなかったんですけど、もうカールって関西にしか売ってないらしいんですよね。皆さんご存知でした？私全然知らなくて、まだ売ってるもんかと思ってたんですけど、はい、ということで関西限定だということで買ってきてくれました。さらに嬉しいものが入っております。こちらです。じゃ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 ーん、お食べー、やったー確かこの中ね、ステッカーが入ってると思うので、ちょっとね、開封していきたいと思います。じゃあ開けていきます。せーの、オープン。じゃ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 ーん、あれ、あ、あった、いくよ誰だろう、せーの、ほい、やばい父、やばい、やばくない、父親の引き強ありがとう、嬉しい義勇さんの、はい、ステッカーが入ってました。うわ、すごい。はい、ということで父が買ってきてくれた壁のステッカーは義勇さんでした。ありがとうちなみにさっきの父のプレゼント開封してる時、ちょっとね、こっからはみ出てたんですけど、このマスクのね、内側のこうケバケバがちょっと痒くて、それを抑えるためにティッシュ入れてたんですけどちょっとあまりにもはみ出てたので、はい、取りました。すいません、お恥ずかしいはい、もう大丈夫かな。はい、ということで、はい、こちら開封していきたいと思います。こちらはですね、中身教えていただいたので分かってます。いや、これね、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。はい、ということで開けていきたいと思います。せーの、じゃ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 ーん。はい、こちらの原画展の福岡限定グッズになります。私福岡ちょっとね、やっぱ遠かったりとか忙しくてパタパタしてたので行けなかったので、そしたらね、わざわざ送ってくださって、もう本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。どうでしょうか、めちゃくちゃ良くない？やばいよね。いや、もう本当に嬉しいです。ありがとうございます。お次もね、福岡限定のグッズになります。いきますよ、せーの、じゃーん。あー、めっちゃ可愛いそう、これもね、めっちゃ可愛いよね。すごい欲しかったので、いや、もう本当に嬉しい。いや、この二人がさ、セットになってるのいいよね、めちゃくちゃ。はい、こんな感じですね。はい、じゃあちょっとつけていきたいと思います。普段はね、あんまり前髪上げないというか下ろしてることが多いんですけど、もうだいたい家ですっぴんの時はもう大体前髪は上げているので、いや、嬉しい。この間のね、カフェの動画見てくださった方は分かると思うんですけど、あの時もね、ちょっとねずこちゃん風に前髪は上げてったんですけど、どうでしたでしょうかはい、あ、かわいい。これどう、どう、これめっちゃ可愛くない？はい、こんな感じです。どうでしょうか。はい、こんな感じでつけてみました。めっちゃ可愛いよね、これはい、これもちょっとね、大切に使わせていただきたいと思います。で、なんかもう一個ね、入ってた、おまけかな。はい、いきますよ、せーの、じゃ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 ーん。あ、ゆうさんのラバストです。めっちゃ可愛い。なんかふてくされてるような顔してる。ゆうさんのラバストが入ってました。ありがとうございます。
はい、ということでお次はですね、こちらで開けていきたいと思います。これね、めっちゃ重いんですよ。だからね、なんだろうね、すんごいぎっしり詰まってそうです。はい、開きました。はい、じゃ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 ーん。すごい、なんだこれ。これはプレゼントを送っていただくときに専用のね、サイトを通して送っていただくんですけど、そのファンスファーっていうところのステッカーっていうか、初めて見た。こんな今まで入ってなかったんですけど、入ってました。はい。で、お次が多分これお手紙だね。めっちゃ嬉しい。これは最後に読みます。早速こちらですね。なんかうっすら見えるけど、なんだろう。すごいなんかご丁寧に梱包していただいて、じゃーん。鬼滅の刃無限列車編のビジュアルポスター、クリアビジュアルポスターって書いてありました。それの、はい、赤座と煉獄さんの、はい、シーンのところですね。かっこいい。これ自体もすごいいいよね。なんか、かっこいいよね。こちら、忍さんと優さんと、裏に柱と親方様ですね。めっちゃいい。キラキラしてて綺麗なんですよ。え、これめっちゃ可愛いんだけど、何？ステッカーですね。UFO テーブルの、はい、赤座と煉獄さんのちょっとこうミニキャラのステッカーになってます。めっちゃ可愛い。初めて見た。でもこれ剥がしちゃうのさ、まるでもったいないからこのまま飾りたいですね。ありがとうございます。次が、これギルさんだよね。アクスタかな？めっちゃかっこいい。これ何のやつ？初めて見た。ポップアップアクリルマスコット富岡ギルって書いてある。へー、初めて見ました。こんな感じです。ちょっと組み立てようと思います。はい、完成しました。すごい。はい、こんな感じです。めちゃくちゃかっこいい。やばいね。ちょっと横から見てこう、わかるかな？こう斜めから見た時でもなんか立体的で、すごい動きがあるアクスタです。こんな、初めて見ました。めっちゃかっこいい。ありがとうございます。どうしよう、こう、あ、ちょっとじゃあ、ちっちゃいものからにしようかな。じゃあ、早速こちら。あ、めっちゃ可愛い。キャラチュアクリルキーホルダー。ネズミだよね、これ。めっちゃ可愛いんだけど。いつもと違って、なんか口がね、笑ってる感じがするの。めっちゃ可愛くない？嬉しい。お次が、なにこれ、めっちゃ可愛い。切符だ。しかも裏に、無限列車の、これ何のグッズだろう？初めて見ました。そして、はい、こちら缶バッジ。じゃ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 ーん。すごくない？よりいちさんもいる。柱と、炭治郎と、よりいちさんがいるの。珍しいメンバーじゃない？そしてすごくかっこいい。しかもなんかね、結構厚みのある缶バッジで。やばい！めっちゃ可愛い！なにこれ？これもめっちゃ可愛いんだけど、にゃんにゃんって感じ？なにこれ？牙ってんだっけこれ。何、刃みたいに出てんじゃん。めっちゃ可愛いんですけど。なんかこれのシリーズとまた違うのかな。めっちゃ可愛いんですけど。そして、はい。これもアクスタかな。じゃ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 ーん。めっちゃかっこよ。やば。また炭治郎と煉獄さんっていうのがいいよね。この感じ。うわ、めちゃくちゃいいわ。あ、そしてこのね、台座に。教授郎と炭治郎って書いてあります。ちょっとこれも後で組み立てよう。でまだあります。待って、見えちゃった。見えちゃった、やばい。こちらです。じゃ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 ーん。牛さんのバースデーのアクスタです。めっちゃ可愛い。メンバーも最高じゃない。煉獄さん、みつりちゃん、天元さん。めっちゃ嬉しい。もうさ、ギエさんの誕生日ね、もうすぐじゃないですか。お祝いどうしようかなとかいろいろ考えてるんですけど、2月ちょっとかなりイベントもあって、プラスちょっとね、家庭の事情がいろいろね、大変なことになる月なので、ちょっとね、どうしようか悩んでるんですけど、バースデー動画頑張って出したいと思いますので、ぜひお楽しみに。そしてまだまだ入ってます。こちらです。じゃ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 ーん。どんどん盛りだ。めっちゃ可愛い。焼きそば食べてんのめっちゃ可愛いんだけど。しかもなんかさ、耳生えてんのめっちゃ可愛い。ありがとうございます。お次はこちらですね。せーの。ちゃ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 ーん。めっちゃかっこいい。このシーンめちゃくちゃかっこいいですよね。やったー。そして、もう一個入ってます。可愛い。これも初めて見ました。なんか、
なんかいつもとちょっと雰囲気違うね。かわいい、メリークリスマスって書いてある。はい、そしてラストはじゃ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 ーん。あ、かわいい私このシーン大好きなんだよね。めちゃくちゃいいよね。善逸の夢の中のシーンになりますね。ねずこちゃんおぶってジャンプしていくとこだよね。めっちゃかわいいありがとうございます。善逸ってさ、表情豊かでいいよね本当に。はい、ちょっと同じのような感じのが2つあります。なんだろう、なんか触った感じ全然わかんない。え、なんだろう、いっぱい入ってるよ。せーの、ほい。え、なにこれ、めっちゃおしゃれ。静電気軽減ブレスレット煉獄教授のって書いてある。え、なに、こんなのあるの。え、めっちゃすごい。今の時期静電気やばいじゃないですか。これを身につけて静電気を軽減できるんだって。すごい、嬉しい、ありがとうございます。じゃ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 ーん。あ、炭治郎だ、かわいい。本当に見たことないグッズばっか、すごいね。炭治郎の一輪灯のあれになってますね。カスベガラスに乗った、はい、炭治郎のアクスタになります。ゆらゆら揺れる感じめっちゃかわいいですよね。あ、これちょっと薄い感じ。じゃ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 ーん。あ、これは何、ポチ袋かな。これも初めて見た。なんか何種類かあるのかな。かわいい、炭治郎とねずこちゃん、善逸と伊之助ですね。ちょっと色味が違ったり柄が違ったりします。めっちゃかわいい。なんだろう、これノートっぽいな。いきます。じゃ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 ーん。これ、あ、え、全集中点のこれ、こんなのあったんだ、知らなかった。メモ帳かな。中はもうほんとシンプルな感じですね。はい、こんな感じ。2人出てくるやばい、原画展のだ、嬉しい。ドンがいるこのさ、デザインめっちゃかっこいいよね。おしゃれだよね。はい、まだまだあります。あ、これもポストカードかな。ちょ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 、あ、これだこれは台紙でした、失礼しますはい、じゃあこれがラストかな。はい、せーの、じゃ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 ーん。あ、炭治郎とねずこちゃんのチケットホルダーみたいな感じかな。これも全集中点って書いてある。これも前のやつなのかな。嬉しいです、ありがとうございます。このプチプチは以上になります。ただもう一個ありますよこれはなんか、あ、もう一個かもしれない。な、え、なんだろう、これ触った感じなんかね、ポコポコちょっと溝があったりなかったり、なんだろう。いきます、せーの、ちょ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 ー。え、すごい、これさっきのやつじゃない。さっきのこれ、これ龍さんのシリーズのねずこちゃんと伊之助嬉しい。はい、できました、伊之助。すごいね、これやっぱりすごい立体的なんで、めっちゃ動きがあってすごいね、かっこいい、風を切るような感じで、すごいいいですね。すごい、こんな感じになるんだ、すごい。はい、ねずこちゃんも完成しました。めちゃくちゃかっこよくない？やばいね、こんな立体的なの初めて見ました。次、開けていきたいと思います。こちらですね、なんかフィギュアっぽいかも。はい、開けていきます。あ、これはねずこちゃんですね。嬉しい。じゃじゃーん。絆の層26の方、かっこいいよねこれ。次もね、多分フィギュアっぽいんですよ。あ、これ、これは知ってるぞこれの炭治郎を持ってます。ちょうどね、ここに、ここにいるんですけど、多分それの同じやつだと思う。かわいいよね、めっちゃ。あ、やっぱりそうだ、めっちゃかわいい。こちらです、めちゃくちゃかっこいい。すごいね、やっぱ鬼になるとさ、めちゃくちゃ大人ねずこちゃん、めちゃくちゃかっこいいです。ありがとうございます。はい、こちらです。じゃじゃーん、めっちゃかわいい頭にさ、こんな鬼鶴乗っててもかわいいって最強だよねめっちゃ可愛いです。はい、こんな感じになります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあラストスパートでございます。残りがこれ2つ入ってますね。じゃあ
ちらですね。え、すごーい。はい、こちらです。じゃ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 ーん。え、すごっ、かっこよ鬼滅の刃光るマウスとマウスパッド、めっちゃかっこいいね。あ、しかも A と B のシリーズ、 A だと煉獄さんと炭治郎があるみたいです。めっちゃかっこいい。編集ね、携帯だったりとかパソコンも使うので、いや、これは嬉しいですよ。ありがとうございます。でちょっと待って、もう一個同じのかな。え、やばくない。え、ちょっともしかしてじゃ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 ーん。あ、やっぱり。いいんですか、ニコモ。こちらは A の方の煉獄さんと炭治郎のマウスとマウスパッドになります。めっちゃ嬉しい。これ光るって書いてあるんだけど、あ、そういうことか。パソコンですね、 USB につなぐとマウスの部分のこの見えますかね、柄とか縁取りが光るっぽいです。ちょっとどうしようかな、どっち使おう。なんかもったいない気もするし、でも使いますね。バケおじさん本当にありがとうございます。はい、ラストに私のお楽しみお手紙が残ってますので、ちょっとそちらをね読ませていただきたいと思います。可愛い猫ちゃんがいるナミさんへ、いつも楽しい動画ありがとうございます。仕事をしながら動画の撮影編集と大変だと思います。今回は少しでもモチベーションが上がってくれたらと思い、いろいろと送らせていただきました。ナミさん自身いろいろとあると思いますので、体に鞭を打つようなことはせず、動画はゆっくりでいいので体を第一に考えてください。ありがとうございますもうすぐ投げてきちゃう、やばいはい、今後もタミさんのペースで動画を楽しみにしています。タミフレンズはいつも応援し見守っていますよ。大丈夫、何も心配はいりません。フレンズたちと楽しくしていきましょう。もしお会いできる機会があればたくさん話してみたいですね。私もたくさん話したいですありがとうございます。もう本当にありがとうございます。もうなんかね、すごい、はいこれからもね、無理せずといろいろなんかこう、はい、書いてくださって本当にはい、もうありがとうございます。はい、楽しんでいただけるように頑張りたいと思いますので、はい、これからもタミフレンズとしてよろしくお願いしますはい、ということで本日もですね、こんなにたくさん嬉しいものばっかりで、本当にありがとうございます。まだ一箱実はあるんですが、今回はこちらで一旦終わりにしたいと思います。またね、次回の動画、はい、こちらのいただいてる方からのも、はい、開封していきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。はい、ということで、これからもね、鬼滅の刃関連のイベント情報だったりとか、グッズ開封などしてまいりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで本日は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。Thank you.